ウォルター・ブレナンはアメリカ合衆国の俳優。マサチューセッツ州林にアイルランド系移民の子として生まれる。父親がエンジニアだったため、自身もエンジニアリングを学ぶが、在学中から演劇に興味を持つようになり、ボードビルの舞台に立つ。銀行で働いていた時に軍に入隊し、第一次世界大戦に従軍。復員した後は、パイナップル農園を経営した後、 不動産業にも進出したが失敗。サイレント映画のエキストラにつく。1927年に31歳で映画デビュー。特に1930年代は、ブレナンの俳優生活の中で最も多くの映画に出た年でもあったが、名もない役やクレジットにも表示されないような早くが多く、そのような状態が10年ほど続いた。そんな苦節時代の1932年に、 後々のブレナンにとっての天気とも言うべき事故に遭遇する。ある西部劇の撮影中、馬に顔面を蹴られるという事故に遭い、歯のほとんどを失ってしまう。しかし、その歯のない独特の喋り方や顔立ちがコミカルに感じられ、これがブレイクへのきっかけにもなっている。多くの作品で配役を演じているが、時には名場イプレイヤーとしても活躍。役柄は、 好人物から悪役まで非常に幅広い。1936年の大自然の外科で初のアカデミー助演団優勝を受賞。その後は貴重な脇役として生涯に230本に及ぶ作品に出演した。また、ケンタッキー、西部の男で同じ助演団優勝を2度も受賞するなどの国際的なスターになった。なお、 アカデミー助演男優賞を3回受賞した俳優は、現在ブレナンい会内。1974年、廃棄種の試し去。80歳没。映画、群衆の一場面テレビドラマ、ガンマン無情の一場面。ありがとうございます。